変身お化けのくーちゃんの誕生日。くーちゃんはお化けの子、食いしん坊なお化けの子。今日は待ちに待ったくーちゃんの誕生日。今日はごちそういっぱい食べるぞー。台所ではパパとママがパーティーの準備をして大忙しです。くーちゃん、ごちそうができたから運んでちょうだい。はーい。くーちゃんは大好きなごちそうをたくさん運びます。唐揚げにピザにお寿司、それからくーちゃんの大好きなイチゴです。運んでるうちにくーちゃんはお腹が空いてしまいました。みんな早く来ないかな、お腹ペコペコ。あ、美味しそうな唐揚げ食べたいな。でもつまみ食いなんてダメダメ。ちょっとならいいかな、ちょっとのちょっとのちょっとだけ。くーちゃんは我慢できずに唐揚げをパクッと一口食べてしまいました。すると、あれれ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 、変身お化けのくーちゃん、唐揚げに変身してしまいました。一つ食べると止まらない。くーちゃんはもぐもぐ、ピザも食べてしまいました。あっちっち、ふわふわチーズのびのび、とっても美味しい。あれれれれれ、今度は、まんまるこんがりピザに大変身。どうしよう、まだまだ止まらない。おいしいお寿司もパクッ、もぐもぐ食べてしまいました。プチプチおいしい。あれれれれれ、またくーちゃんプチプチいくら寿司に大変身。あー、こんなところにイチゴがある。一つだけ一つだけ。くーちゃんたらケーキに使うイチゴも食べちゃいました。甘くておいしい。もぐ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 、あれれれれれれれ、真っ赤なイチゴに大変身。するとそこへケーキを持ったパパとママが来ました。ほらくーちゃん、ケーキができたわよ。あ、くーちゃんつまみ食いしたね、真っ赤だぞ。わー、バレちゃったとくーちゃんが思ったとき、玄関の方から声がしました。こんばんは。うさ耳おばけちゃんと猫耳おばけちゃんがくーちゃんのお誕生日のお祝いに来てくれました。あー、くーちゃんさ、つまみ食いしたんだ。くーちゃんいちごになってる。えへへへへ、バレちゃった。みんなでケーキを食べよう。わー、大きなケーキ、おいしそう。くーちゃん、お誕生日おめでとう。くーちゃん、おめでとう。みんなでお誕生日の歌を歌います。それから、くーちゃんは、ふーっとケーキのろうそくを消しました。それでは、みんなで、いただきます。ケーキをパクッと一口食べたら、あれれ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 、みんなケーキに大変身。お誕生日ってごちそうたくさんで楽しいな。
に化けちゃって可愛くって面白い。みんなお祝いしてくれてありがとう。おしまい。